吉田さん、こんにちは。車はね、自分が必要だから乗ろうと思ったら、私の場合はね、軽自動車ですよね。普段軽自動車の方がなんか気ぃ使わなくていいですね。スススッと行けるしね、駐車場所も楽だし、で事故のね、事故に合わせる可能性もすごく低いと思うんですよ。もらう事故はね、ちょっとあると思いますけども、でやっぱりトランザム乗ってみたりとか、ベルファイアね、ベルファイアも一部そうなんですけども、あとね、私のマンダギンジロのベンツね、それからランボルギーニも、これ買えるなと思ってるんですよ、今だったら。今、明日オーダーして買えると思うんですよ。今日でもいいですけどね。でも、そこまでいるなと思わないのは、そのなんか、私あれなんですよね、やっぱりね、車っていうのは、半分は人に見せるためっていうかね、どうだ、すごいだろうっていう自己顕示欲のために、所有するところもあると思うんですよ。まさにトランザムなんてのは、その人に見られたくって乗ってるところ大きいですからね。だって自分でもそれはね、すごいな、憧れだなと思うところがあるけども、実用性はないんですよ。でちなみにオープンカーですけどもね、あの T バルブって言って、フェアレディ Z みたいに。でも手入れのこととかコストのこととか考えると、とてもじゃないけども合わないですね。合わないんだけども、その合わなさがいいっていうかね。あと同じナイト2000乗りとつながっていけるところとか、アメ車とか旧車乗りとつながっていけるところとかっていうのはいいと思いますし、あと車が被らないですね、どこまで行っても。軽自動車ね、被りまくりですよ。どっかに出かけて帰るじゃないですか。10分ぐらいのうちに1台とか2台とか必ずね、色違いとか同じ色とかね、すれ違うんですよ。なんだこれはと思うんですよ。で私の場合はそういうふうに被るともう気に入らないんですよね。で軽自動車に乗ってる横で、セルショーとか来るわけですよ。でセルショーとか来て、おいい気になって乗ってるな、お前軽自動車バカにしてんじゃないだろうけど、お前本当は俺はこうなんぞみたいなね、そんなところもあったりとかね。まあ、吉田さん、車はね、なんか一つあれですよね、心の中ですよね。こうしたかったっていう心の中ですよ。だからもう実用性とかあまり関係ないところでありますね。そういえばね、ランボルギーニなんですけども、ランボルギーニのオーナーさん と話す機会があってですね、その時言われてたのが、完全セカンドカーですよとか言ってました。かっこいいなと思いましたね。メインの車はメインの車であって、それは本当に実用性 100% らしいんですよ。私みたいに軽自動車ですよね、きっとね。でランボルギーニはもう乗るために乗るらしいですよ。目的もなくって、何で手段でもなくって、乗ってぐるっと回って帰ってくる、メンテナンスする、その全てが喜びだということらしいです。そうですね、例えば言えばあれですね、その時にちょっと適当じゃないかもしれませんけども、普段は家飲みしてるんですよ。でもたまにはよそに飲みに行くかみたいな感じで、その時はスーツを着てちょっとめかし込んでですね、一杯3000円ぐらいのドリンクを飲みに行くみたいなね、お酒を飲みに行くみたいな、そんな感じじゃないですかね。だからちょっと違った自分を味わうみたいなね。だからランボルギーニが普段の足になったら、これはね、面白くもクソもないっていうふうに言われてましたね、その日は。自分でスペシャルな車を、スペシャルな時を選んでスペシャルに乗るというね、その、そういうところらしいですよね。足としてじゃないよみたいなね、ランボルギーニ悪いよって言ってましたね。まだそういうふうなね、ランボルギーニのオーナーさんとの、私の場合はね、トランザム乗りにはね、よく出会うようになりましたね、やっぱね。車が人の縁を運んでくれるということですかね。軽自動車は人の縁を運んでくれないんですけども、ナイト2000はね、いっぱい人の縁を運んでくれますね。そういう意味で、お互いに見られたい人同士が重なって、おー、すごいいいっすねとか言ってね、私がね、ナイト2000の、来るじゃないですか、他の。ナイト2000からしたら、おすぐかっこいいですねとか言って、いやあんたは持ってるやんみたいなね、このやり取りが面白いですね、いつもね。 R34 ね、昨日見かけました。やっぱりなんかね、白っぽいブルーのでレース用のラインが入ってるやつね。ちょっとケバケバしいような感じがしましたけども、吉田さんの、ダークな感じいいっすね。なんか黒をベースとした、黒でもないような感じね、メタリックブラックというか、なんというかね、なんて色ですかね。かっこいいですね、やっぱね。あれはね、やっぱこう2000万級じゃないですか、今。すごい、ね、羨ましいですね。無理して買ってよかったですね。
ね、きちんと払い終わったし、なんか R34 が中心に原動力っていうのがあったような気がしますよ、吉谷さんは、うん、だから車がね自分のことをいろんな意味で運んでくれてるんだと思います、ね、ということで今回はそんな綺麗なまとめ方です。車が私たちのね男のいろんなものを運んでくれてるんですよね。そして走り続けるなんてどうですか。いってらっしゃい。